ミハイロ・ペトロビッチは、セルビア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。当時のユーゴスラビアの首都ベオグラード近郊にある、ロズニツァ出身。父親は、工場作業員。10歳からサッカーを始め、14歳の時に、ユーゴスラビア1部リーグの名門レッドスター、ベオグラードユースにスカウトされ入団。1974年に、当時2部リーグの FK ラド・ベオグラードへ、 レンタル遺跡し、プロデビュー、攻撃的な MF としてプレー。1976年にレッドスターベオグラードへ復帰した。この頃、U-20 ユーゴスラビア代表に選ばれている。1978、79シーズン中に NK オリンピアリブリアナイ遺跡主力として活躍。1980年11月15日、ユーゴスラビア代表として、 スペイン W ハイ予選イタリア戦に出場し、キャップ1を記録している。1984年にディナモザグレブへ移籍、セントラルミッドフィルダーとして、同シーズンのカップ戦準優勝に貢献した。翌1985年に、オーストリアブンデスリーガの SK シュトルムグラーツに移籍し、リベロとして活躍。1987年以降は、外国人選手としては、 クラブ史上初の首相となり、チームを引っ張った。また、家族と共に、グラーアーツに定住し、1989年には、オーストリア国籍を取得。1993年、高年俸のベテランとなったペトロビッチに対し、シュトルムが、経済的な理由と赤返りの一環として、一方的に解雇した。これにより現役引退したが、この契約解除をめぐり裁判にまで発展した。 1993年からハルトベルク郡にある SV ペラウで監督業を始める。1996年、裁判まで発展していたフルス SK シュツルムグラーツと和解し、アシスタント高知県、アマチュアチーム監督に就任。この時のトップ監督がイビチャオシムで、ペトロビッチは彼から多大な影響を受けた。その後はオーストリアに隣接する。 スロベニア1、SNL の会クラブである NK プリモリエや NK、ドムジャレで監督を務め、プリモリエでは2001、02シーズンにはリーグ2位となり UEFA カップ出場に導く。2002年から、ブランコブラックの元フルス、オリンピア・リュブラナでアシスタントコーチを務めた。2003年9月、フルスの SK シュトゥルム・グラーツの監督に就任。 厳しい予算制約がある中積極的に若手を起用し、リーグ残留というクラブ目標を3シーズン達成し、2006年5月に契約満了。この際、グラーツサポーターは監督契約延長を求めて4000人の署名を集めた。同年5月、オーストリア2部 FC ケルンテンと監督として契約するも、その3週間後にサンフレッチ広島がオファーしこれを受諾。 同年6月、J リーグ界に低迷していたサンフレッチェ広島、監督に就任、停滞していた流れを若手企業やコンバートで乗り切り、J1 残留させた。翌2007年、現行ルールで決勝トーナメントへ進んだことのなかったナビスコカップで、初の決勝トーナメント進出を果たすものの、一部の選手に固執したことが災いし、 同年末に天皇杯で決勝に進出するも、リーグ入れ替え戦の末、J2 降格。これに対し、クラブ幹部は、J2 降格チームとしては、異例の監督留任を決定。翌2008年、富士ジロックススーパーカップ優勝、J2 史上初の9月中優勝、前節主要を決め、J1 昇格。J1 復帰の2009年、昇格1年目のチームとしては、 当時の最高記録であるリーグ戦4位入賞、天皇杯の結果で繰り上げで ACL 出場権を獲得した。2010年、ナビスコ杯準優勝。2011年末、広島は2年連続で赤字になる見込みとなったことから、累積赤字解消のため、高年報となったペトロビッチの契約延長を断念した。2012年シーズンにより、浦和レッズの監督に就任。 契約期間は1年。昨季15位にまで低迷したチームだったが、広島時代に指導した柏木洋介やこの年加入した牧野智明らと共にチームを再建し、リーグ前半戦を3位という好成績で折り返す。同年9月、その手腕を評価され、2013年シーズンも指揮を取ることが決定重要な試合で勝ちきれないことも多々あったが、 最終的にリーグ戦を3位で終了。就任1年目ながら ACL 出場権を獲得し、浦和を2008年以来5年ぶりとなるアジアの舞台へと導いた。翌2013年シーズンは、教え子の森脇良太や FW、コオロギ新造等を獲得。昨年よりも下の6位に終わったものの、去年に続いて優勝争いに関わったことを買われ、同年9月には、 来期の続投が決定した。2014年シーズンは、広島時代の教え子の西川修作と、リタダ・アキラを獲得。作期ボランチのポジションを務められる選手が少なかった、ため青木拓也を獲得。また、ユースの関根隆大が昇格した。同年、10月第19節以降連続で首位に立っていることを評価され、2015年シーズンも指揮を取ることが決定した。 同一人物が、浦和で4シーズン以上監督を務めるのは、クラブ史上初めてとなった。2015年の J リーグは11シーズンぶりの2、ステージ制となったが、ファーストステージを無敗で優勝。セカンドステージは、第3節でシーズン初黒星を喫した後に、連敗したことに加え、広島が会長に勝ちを重ねたことも、重なりクラブ史上最多タイの勝ち点72を稼ぎながら、 リーグ年間勝ち点は2位となった。J リーグチャンピオンシップでは準決勝で G 大阪に敗退し、年間順位は3位となった。チーム最長5年目のシーズンとなった2016年は G 大阪との PK 戦の末、ルヴァンカップで優勝し、自身初の3大タイトル獲得となった。そして、レギュラーシーズンでは、 クラブ史上最多となる74の年間勝ち点1位でシーズンを終えた。チャンピオンシップ決勝では準決勝を勝ち上がった鹿島と対戦。1戦目は1から0で浦和が勝利したものの、ホーム、埼玉スタジアムで迎えた2戦目はコオロギが2試合合計で2点目となる先制点を挙げたが、その後2点を失い逆転負け。トータルスコア2から2となり、アウェーゴール差により敗れ、 年間2位でシーズンを終えることになった。1ステージ制が復活した2017年シーズンも指揮を取り、矢島真也、長沢和樹、同い和道らの若手有望株を獲得したほか、FW ラファエルシルバを獲得し、戦力の充実を図った。しかし、6月のリーグ戦3試合で3連敗するなど、休失速。ジュニーを8位まで落として、折り返し期間を迎え、 第19節で昇格組の北海道コンサドーレ、札幌に敗れた翌日、解任された。2018年シーズンにより、北海道コンサドーレ札幌の監督に就任。昨シーズン11位で残留が最低目標だった、チームを就任1年でシステムがフィットし、最終的にはクラブ史上最高の4位でシーズンを終えた。また、2017年は無得点だった。 シャナティップもペトロビッチのサッカーにフィットし、活躍、J リーグベスト11に選出された。自身も初の J リーグ優秀監督賞を受賞した。基本的に攻撃的なサッカーを好む。GKDF ラインからパスをつなぐ、モダンなサッカー、市であるイビチャオシムと同じコンセプト、考えて走る、サッカー、守備にリスクをかけてまで行う攻撃的なサッカーを、目指している。一方で、 仕事と表現する相手に合わせて比較的守備的なサッカーを展開することもある。得意な戦術の一つに可変 DF ラインがある。登録上は DF3 人の3バックだが状況によって2バックや4バック5バックと DF ラインの枚数が変化する。オーバーラップを多様子攻守に数的優位を作り出すことが目的で特に フォーバック時はセンターバックとサイドバックで構成される従来のものとは違う動きを見せるのも特徴。ちなみにこの戦術は考えて走るサッカーを選手が消化し選手間のコミュニケーションで生み出された。上記の GK からパスをつなぐサッカーに加えこの戦術を機能させるため CB に攻撃的な要素を多く要求していることから広島時代は SB が 本職の森脇良隊や MF が本職の森崎和幸、清水時代に CB からボランチにコンバートされた戸田和幸、もともと FW だった森田恒平を CB として起用している。もう一つの特徴的な戦術にごトップがある。登録上は FW 一人に攻撃的な MF 二人の3から6から1だが、この3人に両サイドの MF を加えた5人が、 前線に出て、相手 DF ラインに張り付き、ポストプレイや飛び出しの流動性でギャップをつく。これも、可変 DF ラインと同様に、ペトロビッチ本人のアイデアに加え、選手間のコミュニケーション、特に森崎和幸のひらめきから生まれた。若手を育てることに定評がある。シュトルムグラーツ監督時代は、ユルゲン・ゾイメル、クリスト・フライト・ゲープ、クラウス・ザルムッター・ラオ、 オーストリア代表へ、広島では、牧野智明、柏木洋介、青山敏弘、森脇良太等を、浦和では、関根隆次代を、あらゆる世代の日本代表に送り出している。ありがとうございます。